こんにちは、アスロバチステーションのジャンジャンです。はい、今回本編前に動画をこうやって付けさせていただいてるんですけども、まあ内容はというと、まあサムネ見ていただいた方はわかるかと思うんですけど、前回の動画にくっついていた予告がカリブだったんですけども、ちょっと諸事情によりまして、配信ができなくなってしまったため、ちょっとその次に撮ったウルトラバトル列伝の動画を今回配信することとなりました。いや、ちょっとね、僕も海好きだし、海そろそろ見たいですって言っていただいてる声がとても多かったので、僕も残念なんですが、もし問題が解消しましたら配信しようかなと思っております。てか配信したいなと思ってます。はい、まあでもバトル列伝もいいですし、ぜひぜひそちらを楽しんでいただければと思います。で、海系なんですが、サクラマックス、こちらリクエストとても多かったんですが手に入りましたので、サクラマックスをもう収録しましたので、海は今後上がりますので、そちらのサクラマックスを楽しみにしていただければなと思います。というわけで、お時間ちょっといただきすいませんでした。バトル列伝楽しんでください。それでは本編どうぞ。型破り。おはようございます、スロバチステーションのジャンジャンです。はい、やってきました、ウルトラマン太郎がちょっとですね、高すぎて太郎はちょっと見送った代わりにこれが来ました。ウルトラバトル列伝マックス、この台の爆発力ですね。アマネージャーもだけ現役でいますけども、マックスはもういないので、そこを楽しんでいこうかなと思います。で、ボーダーなんですが、16.4 マックスのめちゃくちゃ甘い台でございますので、サイコロでぐるぐるっと振っていきます。ドゥン。はい、嘘でしょ、嘘でしょこれマックスだよ、マジか。でもまあ、これはもう相性で出すしかないですね。いや、これ6が良かった。まあいいや、頑張ります。で、今回データカウンターがついたので、まあそれを見ながらやっていきたいと思います。それではウルトラバトル列伝でギフトカードを目指して型破り。型破り。で、この台、僕寝台入れ替えの時に、まあ北海道で打ってたんですけど、初打ちで僕18連して何発だろう、3万発以上出した思い出深い台でもあります。まあ、確率はマックスで継続率 83% だったかなのマックスタイプになってます。まあ、いろいろ大当たりの振り分けがある台で、実質図柄揃いするんだったらなんか600分の1ぐらいまで上がっちゃうのかな。まあ、とりあえず確変を仕留めてバトルしちゃえばいいですね。ウルトラバトルモード超楽しいんですよね。あ、緑、色は、あ、緑緑、いいよいいよ、ゼロー、赤になっちゃうのに、あ、カラータイマー、あ、ゼロいかなかった。夕方ですね。一応太郎の遺伝子を引き継いでる台なので、ウルトラバトルランクアップのやつかに行ってくれることを願いましょう。弱い場合、ダイナとかは SPSP 発展しても全然弱いんで、コスモスとダイナはもうあんまり期待しない方がいいです。たまにレインボー出ますけどね。まあ、このあと発展っていうか、もうこのまま煽りますね。99イット、ああ、おんなかった。これでモード移行か、ドン、あ、ダメだった。モード移行で、これ潜伏確変丸台なのでモード移行したり、あと弱リーチの途中だったらラッシュの煽りもしてくれます。ランクアップが一番嬉しいですね。結構何で当たるか、どっから当たるか分かんない感じで、当たりのテンプレートがあまりない台ですね。あとモガボタンで急に押してみってブラックアウトしてバーン出てきてとか、いろいろありますね。
赤背景。チャンス。ゼロ。ね、これカラーボタン変化でボタンも青、黄色、緑、赤っていくんですよ。赤だったらチャンスですね。あ、懐かしい。電波組さんのカラボしてんですよね。まあ、ビタ止まりはほぼないです。で、これ止まったらモード移行の煽りダウン。あ、行きましたね。これでフェイクか全部確保変かって形になります。ラウンドランプは、え、え、当たってる、え、当たってる、え、当たってる、これ、え、37回転マジ？え、これ見間違いじゃなかったら確変ですね。アンコール行くよ。もう一回ゲジか。あれ、これ当たんじゃないの？確変中なろ。あれ、ムービーね、ウルトラマンだったらチャンスですね。あ、ゼロが、ゼロ煽ってる。ゼロ、オッケー、落ち着いてきます。一応これゼロ単体でのバトルですね。エレキングとゼットいるんですがって言ったら最強リッチョンだ。マジか。やっぱ格変だったんすね。やっぱ65%かなのリーチで、ガズレが何回起きるかでちょっと違いますね。ガズレが2回起きてくれたら8割まで上がります。3回起きたら大当たり濃厚ですね。で、テロップもチャンスアップあったはず。赤の上に特大ってあるんですよ確か。でもこれチャンスアップないけど大丈夫？いきまーす！ダーン！マジか。早かった。潜伏確変仕留めた後の1回転で大当たり。サイコロの上の位置なんか関係ねえ。当てりゃいい。これでも図柄揃ってんの確変です。最強リーチ見れちゃったよ。しかもハイパーゼロフラッシュもなかったのに一回転でボーナスミッション達成なんでいつも毎回家パチって朝一早いんだろう。大当たり、あ、パカパカか。700個5ラウンドでしたね。いや、こんなに早く楽しい楽しいウルトラバトルモード来れると思わなかったっす。突入！突入！いや、ウルトラマンゼロの声、あの声優の宮野守さんなんですよ。最強のイケボ。いつからウルトラマンが喋る時代になったのかって話したんですけど。で、このモード中注目はとりあえず保留変化とメーターの赤、まあ保留変化してリーチになってくれればいいです。あとシルエット保留とかもあります。赤保留からは、負けなしだったはず。これ赤だったらチャンス。あ、もう50までいった。おーし、エアバイブ。あ、バル、あ、ビブラだった。この時に攻めてくる時に、あの今こうやって弾きましたけど、いきなりカウンター決めちゃえばその時点で大当たり濃厚です。で、ヒットスマッシュクリティカルがあって、クリティカルが入ったら大チャンス。この85%もいいですね。で、技はやっぱりゼロツインシュートを決めてほしいと。さあ、バルタンさようなら。バルタンとタッコンゴは弱キャラクター、さようなら。このウルトラシリーズはテンパった時のエアバイブがもう死ぬほど気持ちいいんですよ。
で、確変中だともう16ラウンドが 50% まで上がります。伸ばしましょう。もうサイコロ1引いてる以上はここで伸ばしていくしかないんで、まず1回目の16ラウンド。いや、超相性いいんすよね。僕毎回超相性いい台しか打ってないんですけど、なんでこの家パチ負けてんだって話なんですけど。え、スピリットあるかな、選べるっけ。よし、スピリット。ウルトラマンコスモス世代ですか。あ、見てなかったんすか。え、この曲ダウンロードしてみて、スピリットって曲。大人になったらね、死ぬほど歌詞が刺さるから。さあさあさあ、2758個もうどんどんいきましょう。もう完全プラスですね今。ウルトラバトルモード継続。いい声。あとは星5とかでズタボロにやられなければ、こういうのがやばい、こういうのがやばいんですよ。で、ベリアル軍との3対3のやつが、これが一番まずいの。これ全滅させれればもちろん大当たりの子なんですけど、味方が一人だけ残ればなんか一番まずい。勝っちゃったら全部いってほしい。勝てよ。これが一番まずいんだよ。一人だけ残るが一番弱いんですよね。30% とかかなった気がする。17%は引かないで、そんな早く。いや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 、いけよ。食らいやがった。いや、これランクアップの可能性もあるんですけど、終わった。いや、でもここはこのいいところは、終わったと見せかけても確変のことが結構あるんで、まあ特訓すりゃいいです。特訓で戻ればいい。一番多い振り分けが時短20回、次が30回50回なので、とりあえず20を超えてくれさえすれば OK です。で、あと0がたまにセリフを喋る時があって、修行にも飽きてきたぜって言ってくれたら確変が濃厚になります。ここを超えられるかどうか。ここを超えてしまえば確変の割合がぐんと高くなる。カットに入れ。 OKOKOK。 ここ超えてくれ。うわ、ゼロ、頑張れ。強カットインパンじゃそこそこチャンス。頼むよ。よし、まだいるかもしれない。女海賊さんがね出てきてくれたらもうプレミアで大当たりなんですけどね。あと強化追加からのプレミアキックみたいなのもあった気がする。あ、いいよいいよ。パンチ。あ、やっぱりいた、やっぱりいた。34、まあまあ赤ずから。あ、奇数は OK、 奇数はいいよ。なんでベリアルなんだよ。でも偶数でテンパるより奇数でテンパった方がまあチャンス。もう一人勝つなら2人は勝ってほしかったっすね。もう頼むゼロ、そろそろ勝て。よし、このね奇数図柄に救われました今。セブン通ったりとかなんかいろいろあります。 50% は取ってないですね。まあ途中で上がったりもしますけど、まあとりあえずウルトラバトルモード戻れたことが何より嬉しいです。よかった。そう簡単に負けてられないからね。ありがとう。ウルトラマン本当大好きだ俺。上がってくんないかな。16にダーみたいな。おお、こと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 。何年くらいは行きたいみたいな。レンチャン15連。とりあえず15連。だって今までの実戦の負債が15連ぐらいしても取り返さないかもしれない。よし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 。まだね2回しか当たってないけど、4800個出るのでかい。ウルトラバトルモード突入。 OK。
どっちか変わんないですかね。まあ、青でもいいよ、青でも。おっ、シルエット、シルエット結構チャンス出てくればですけど。あ、これベリアルで煽ってるな。 OKOK、 ベリアルマーク、ベリアルマークどうだったかな。ベリアルと戦ってくれればいいですけどね。勝ち、もう一人、勝て勝て。うわー、どうなの。とりあえず保留変化してる時点で、まあ、結構チャンスなんですが、戦況は芳しくない。2人勝ってくれるだけでも6割なんですけどね。いけ、ああ、よかったよかった。ちょっとでも安心して見てられました。保留変化してる分、あれしないって言ってたら危なかったですね。いろいろ昇格パターンあった気がする。キャラ通過とか切り裂き、レバーを引けとかで、ここで役物がジャーン出れば16。この筐体で好きな台、僕ウルトラバトルレッツでも好きですけど、あとテラフォーマーじゃなくてトランスフォーマーだ、トランスフォーマーも好きだった。あ、本当だ、ベリアルマーク保留変化していったら濃厚なんだ。緑以外が濃厚なんだ。へえ、オッケーマークを発見。え、オッケーマーク出てました？ポリレンってこと？え、当たるじゃん、7点するじゃん。シェイシェイ。もう90はもうね、この燃えてんのは通常規定です。はい、マークス。で、このゼロの領域ってやつ、あの変動時にも出ることがあって、この時にリーチかかったら渡り濃厚です。リーチ中に入ったらもちろんもう渡り濃厚です。コテンパですね。いい音。もう7500発できましたね。エースキラーには負けないよね。うん、よかった。でもエフェクトありましたね。で、ベリアルの方で会うのやだな、これ。うわー、やめてくれ、これ、これはいらない、いらねー。まあそっちですよね、ベリアル軍だよな、これはな。みんな頑張れ。1人 OK、 2人、もう一丁。でも2人の時点でもう 68% はあるので、 65% 以上かな。この場合は悪くない。天使アビエーターも70まで来てる。だー、おい。いや、これ復活しない？さすがに。うわ、つかなかった。いや、でもなんかこれ格変っぽいですけどね。あー、終わった。8206個ですかね、表示。あ、でもまあ初当たりめちゃくちゃ速くて、そこから伸びてくれたんで、まあ、とりあえず1回目の大当たりとしては全然 OK かなと思います。もうできればね、万発で来たかったですね。なんかさ、ウルトラマンのさ、あのスーツ着た人をさ、めちゃくちゃにボコったらすっごい好きそうじゃない。すっごい好きそうじゃない。なんか昔からなんだけど、こういうウルトラマンとかさ、戦隊もの大好きなんだけど、正義の味方になりたいと思ったこと一回もない。俺はどうしたらいいと思う。なんか仮面ライダーを倒す悪役になってみたかった。一応ゲージに、あ、緑まで来た。もう一回行くかな。ここ、お、決まった。ゲージさん保留、赤に変わったりしない。あー、動かないな。緑の時点で無理だろう。
あのここ赤なんだ。閉まればウルトラマン。コスモス、あ、ダイナか。ダイナ一番見た。あのリーフなんだか欲しかったんですよね。 VS の文字がチャンスアップとか緑ですね。青緑赤あります。発展すれば後半。カットインが赤だったら、え、OK マークあった。待って、当たったじゃん。え、当たった。はい。え、OK マーク見えました。106回転。はいよ。そう、ダイナとコスモスはなんで当たるのっていう感じで当たることが多いんですよ。OK マーク通常時見れると思わなかったです。各編前戻りました。ちなみにあの OK マークの他にもチームのロゴのマークとかがあったら一応チャンスアップなんですけど、 OK マークは、まあ、問答無用のプレミアっすね。あ、 16? やべえ。さあ、いきなり2000パーツを取ってしまいました。さっきはね、なかなかね、怪獣とね1対1ができなかったんで、今回なんとかそのちゃんとした王道パターンで連チャンしていくとこね、お見せできたらなと思います。あ、煽りましたね、今緑でしたね。またベリアル。うわー、しかも偶数回51、テンションメーターは51の、まあそうですよね。いやー、これ怖いなー、嫌だなー。あ、1人目ダメダメ、負けろ。勝ってしまったよ、怖い。いや、これ勝ったらラッキー。うわー、だよなー、これはなー、ランクアップ。うわ、終わった。なんでまたこうなんすかね。出玉ないとこ引くかな。おー、よかった、復活した。よかったよかった。ウルトラバトルモード継続。 OKOKOK。 またこれかい。さっきの開始増えてない。2072。わかったよ、もう。ありがとう。あ、テンパりそう。あ、テンパったバトルですね。エースキラー星は、あ、2個。中怪獣の星にはチャンス。カウンター決めちゃえ。決めなかった。そしたらヒットが何回入るか。1、あ、2。あ、 OKOKOK。 熱い。ここで技は、あ、出さなかったですね、さすがに。 OK、 よかった、やっと当たりました。図柄、これで終わりだ。いや、クリティカルがでかい。ヒット2回もだいぶアドですね。きれいきれいきれい、回れ。5ラウンド。お、追いつくかな。今何回転目？あ、よかった、8回転。あ、オッケー。赤ずからは通常なしですね。バルタンだし、これは勝った。アッパー決めちゃえば。あ、決めなかった。何回？1回。クロスチョップで今クールって言うと、でも
クロッシュアップクリティカルだったら渡り残すけどね。あ、じゃあクロッシュアップでクラッシュだったら渡りか。今クラッシュでした文字。半分は16。なぜだ。今調べてくれたら16ラウンド期待度、74.7% あるみたいですよ。7割さ、16だったらね、変わってくれましたわ。いい感じで、じゃあ弾増えてる。ウルトラバトルモード、継続。オッケーオッケー。いけいけ。いいよいいよ、エフェクトは良かった。あーでも強いやつだ。一応これ強怪獣ですね。あ、アッパーした、オッケー。アッパーのカウンターはもう敗北して2回目。これは勝てます、大丈夫。あざす。なんか最近から全部なんかラウンド中に上がってる。ここで綺麗に上がろう。1回、オッケー。いや、このね、クイーンクイーンクイーンが来たかった。うわぁ、やばいな、これテンパるな。これ、バエリアル軍だよね。全員負けてくれ。はい。はい。あ、勝っちゃった。じゃあ、勝て。ゼロ、頑張れ。そりゃあなぁ、弱かったなぁ、ちょっとなぁ。あ、止まっちゃいましたね。6902個。でも今日なんかこっから確変だったよって押してきてくれることが多いんで、まだ諦めてないけど、ここ言ってしまった。ちょっと怖いですね。一応カット今入った。どうだ。いやー、これ頼むわ。ここだよ。格変かも。時短30と50はもう薄い、なんかスーパーセントのとこなんで、これだったらまだ、当たりましたね。今の強カットインのプレミアキックなんで、多分これ当たったと思う。ベリアル来るなよ。だよね。ヒッポリト星人、中敵の星4か。アッパーはしない。スマッシュ、かかと落とし2回入りましたね。よ、90で、今ひり打ちのスマッシュだったんで、もう俺大当たり濃厚です。大丈夫で、お、6兄弟いる。オッケー、いらっしゃいませ、お待ちしておりました。あの、ベリアール軍と負けた時は完全普通に通常引いたと思ったけど、まあ、全然当てなかったっすね。よいしょ。いや、戻ってこれた。よし、もうちょっとで万発。いや、見えてきましたね、5桁。たまちゃん出したい、たまちゃん。おー、ゼロの領域。テンパれば渡りの子です。ここかな、街灯。テンパにすればいい、テンパにすればいい。よし、 OK。 あと16かどうか。 50% だから。あ、 OKOK、 飛んできた。16、ありがとう。あの、ゼロが飛んできてくれると、あの、ウルトラスーンみたいな感じで昇格してくれますね。やっと万物いった。今あの、ちょっと弾詰まっちゃって、
電源落としたんですよね。そしたら、あの出玉表記が元に戻っちゃいました。どっちですかね。どうだ、回れ。あー、回らなかった。相手は弱い。よし、上がらないのかい。いい音、これだ。あざす、いいぞ。ウルトラバトルモード継続継続。3、どう。あー、電波ったか。よいしょ、勝て。うーわ、ゼロ。負けるよな、一人だもんな。ですよね。6314個。一つここでフェイス落下なし。いや、どうなんだ。復帰終わったよ。まあ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 、はい、今ですね、終わりまして、途中経過なんですが、ちょっとアクシデントあったんですけど、今のレンチャンの出玉数がなんと 17,114 発で、この前半でてか1回目のあたりでやった分と合算すると出玉が 25,318 個で、投資分が 2,132 玉なので、プラス今 22,886 玉と、えげつないギフトカードをいただいております。ありがとうございます。で、僕はあんまり自分のことって話したことなかったような気がするので、まあ家パチだし自分のことでもと思って言うんですけど、まあ、昔からパチンコメーカーに入りたくて、僕小学校の夢がパチンコメーカーに入ることだったんですよ。でも、まあ、別にそんな理系でもないからなと思って、パチンコは趣味でいようって思って大学卒業した後は普通商社に入社して、でもその時に なかなかうまくいかなくて、でたまたまテレビ局のその子会社の方によかったら来ないって言っていただけて、テレビ局の AD をちょっとやってたんですよ。でやっぱりそこでもパチンコの仕事やっぱ諦めきれなくて、北海道でちょっとライターみたいなことできないかなと思って仕事を辞めてちょっとやってたんですけど、まあ、全く仕事もなくって時にスロパチのこのオーディションのやつを見て応募して、なんとか今ここにこうやってお仕事させていただいてる次第です。この自粛期間中、まあ、家にやっぱいるじゃないですか。その時にいろいろ考えるっていうか、自分をなんか見つめ直すっていう時間がすごい増えて、まあ、考えてて、仕事する上で何が大事かなと思ったら、やっぱり給料か人間関係、そして仕事の内容、これまあ大体大きく分けてこの3つだと思うんですよ。無理して続けることはないと僕は思います。これは一意見ですけど、自分が興味がないものほどやるのって苦痛だし、でまあ、努力の美学っていうのもまあありますから、3年続けてたら見える景色が変わるってそれも分かるんですけど、3年続ける間に自分壊れたらあれだし、自分守ってあげれるのは自分しかないから。でちょうどねこの期間っていうのがいい期間だと思ってて、まあ、人間関係悩んでいるとしたら、まあ、仕事にはよりますけど、その人に会わなくていい期間だから冷静になってると思うので、そこでちょっとどうしたいかなっていうのを考えてみるのもいいんじゃないかなっていうふうに思います。僕 AD だったんですけど、一番その影響を与えてくれた人が大泉洋さん、俳優の大泉洋さんで、まあ、一緒にお仕事させていただいたんですけど、人に伝える能力っていうか、すごい楽しそうに話して
まあ、ロケ行ったらその時の良さとかそういうのをすごく分かりやすく面白く伝えてるのを見て、僕もこれをパチンコでできたらなって思ったのがやっぱり次のステップに踏み出せるきっかけになった。で今のこのソラパチの会社もそうですけど、やっぱりねどの仕事をするか以上に誰と仕事をするかだなっていうふうに思いました。こんなに会社の人と仲良くなると思ってなかったんですよ。ここの会社だとマンツーマンで全員喋れるし全員遊びに行ける、それぐらいのところで過ごせてるので、まあ、多少ね仕事でちょっと嫌なことがあったとしても何も思わない。明日もまあ頑張るかってなれるし、自分が、まあ、転職もし考えてるとか悩んでる人がいたら、僕は誰と働くかを、まあ、どんな職場環境で働きたいかっていうのを重視したらいいんじゃないかなって思います。お、ウルトラゾーン行った。まさかの。これって最強ゾーン。45%ぐらいですね。保留変わんなかったのに。急にチャンス。いやこれ熱いっすよ。あと軍とかチェッカーとか絡んだらもう最高っすね。 OKOK ゲージさん、さあここでどこまで絡めるか。いやウルトラゾーン久々に見たわ。軍とか欲しいっすね。チャンスどこの騒ぎではないけども、おーよしよしよし、いいよいいよ、絡んでる絡んでる。ウルトラマンの方の軍は 50% かな。誰だ、オッケー、お降ってきた、ハイパーダルフラッシュ。これは熱い。いや緑ですね。 VS ゼラのお父さんはセブンですね。お父さん頑張れ、お父さん。セーブン、あゼロ来た、息子来た。いやかっこいいよねこの曲。よし行こう、頑張ろう。これは当たってもいい。緑はやめてくれ、緑かちょっと怖いな。行きます。ですよね。やっちゃ復活、緑カットインか。うわちょっと最後の緑が弱すぎた。まあリーチ中のねチャンスアップのガズレとかがなかったのはちょっと気になってはいたんですけど、予告が良かったんでいけるかと思ったんですけどね。お、緑になった。ユーロだ。あ、ラッシュチャレンジ取るか。あ、違った。あ、取った。どうだろう。ボン、あ、行った。ランプは、あ、当たった。やっと当たった。557回転潜伏ですね。5ラウンド着きました。こっから本物。よし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 、やっと当たりましたわ。ネクスト、なんかこれで当たりそうだな。でここでの最悪のシナリオは4ラウンド通常を取ることが最悪のシナリオです。だこういうのが一番怖いんですよね。なんかこれは いらない。待って、これ
核変だった場合、核変入るんだっけ。あ、違う、16ラウンドついてるってことは右打ち。あ、継続するの。これでいくんじゃない。よし、オッケー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 、右打ち入った。やっぱ潜伏レバーないですもんね。よし、やっとただいまウルトラバトルモード、なんかすごいハマってしまったので、また万発ぐらいいるんじゃないっていうぐらいハマった気がするんですけど。うん、シルエットになりましたね。追いつけ追いつけ、頑張れゼロ、頑張れ、たたき落とせ。誰だ、キングジョーかよ。あ、でも4ならまだいいや。めっちゃ攻撃しろ、ヒット1。あ、いいいいよ、スマッシュ。よし、70、とりあえずいいわ、50じゃないだけいい。 OK、 ナイス、ゼロ、これはナイス、マックス取った。よいしょ、いやー、これはありがて。緑はちょっとまずい、対戦相手大事だ。来たー、テンペラ星5、スマッシュスマッシュ。いや、まあ2回スマッシュ決めてるのも偉い。うん、ここがやだな。51か、ゼロ。立て立て立て、待って、もう終わんの、ちょっと待って、まだ特訓地獄。あー、ラッシュなんない。これまた、また特訓地獄始まります、これ。あ、カットインないのか、頼む。いや、ゼロ、こんだけハマったんだから、まだ終わるわけにはいかねえ。はいや、型破り。はい、というわけで実戦終了します。はい、結果ですが、めちゃくちゃ今日持ち玉は出ました。総獲得27,432個、もうちょっとでサマバトルに迫る勢いでした。で、投資がですね、全部で玉数で 12,563 玉で、結果プラス 14,869 個、結果ギフトカードプラス11枚、ありがとうございます。はい、もう今日はね、まあ午前中あたりブザーって出たら、まあ午前中っていうか、まあ前半か、前半バーって出たら、まあそりゃ出ますよと感じでした。ただね、ちょっとあんだけはめて2連かよみたいな感じでしたけど、でもまあ楽しかったです。多分持ち玉がいっぱい持ってるから楽しかったですって言えてるだろうなと思いますけども。はい、というわけで、なんか多分スタッフと話したところ、今までの回、あの負債はそこそこ返ってきてるみたいですね。なんか今日はマックスらしい実戦だったかなと思います。当たったらガーン跳ねるし、まあ、はまるところははまるしみたいな形で、まあ、展開は前半が運良かったって感じで、後半がねちょっと沈んじゃいましたけども、まあ、外れちゃいましたけど、まあ、激アツ関係のリーチもちょっと懐かしいのが見れて、個人的には満足かなと思います。いやー、なんか今日はなんか当たって結構すっきりした一日でした。はい、というわけで次回もまたもっとねプラスに目指せるように頑張ろうと思います。なんか AKB の初代とかエヴァの5かな、ちょっと手に入るかなと思ってるんで、ちょっと そこら辺もちょっといいなと思って、ちょっと次の実戦機種視野に入れてます。はい、それではまた次回もお会いしましょう。ありがとうございました。
ちょっと久々に対面してすごくワクワクしております。していただけるとありがたい。 OK ライブゾーン OK。 入った、落ちてきて、よし。最後まで見てくれてありがとうございます。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。片エブリー。